はい、こんばんは、かっこいいギタリスト竹下敦です。今度ご紹介するのは、ローソンさんオリジナルのこちら、はい、キメがですね、ふっくら生地のプチエクレア7個入りあのね、ちょっと食べてみますね。私ね、買い物に行くときに自分で決めないんですよ。全部決めてもらうんです。だって私のこと知ってるのは、いただきます、エクレア。もうもう美味しいあれは知ってるかっていうと、うちの家内と、あとはローソンの店長さんが一番普段何を買ってるか、何を食べてるかよく知ってるわけですよ。そこで買い物するから、美味しい。私ね、結構以前は甘いもの食べてたんですよ。最近ね、全然食べなくて、で、ごちそうさま、すごく美味しいですよ。以前はよくね、缶コーヒーとか飲んでたんですけど、すっかり飲まなくなってしまいましたし、それぞれの時代もね、やっぱり、近所のコンビニエンスストアさんとか、あとご近所さんってよく知ってらっしゃるんですよね。だからなんとなく言ってくださるんですよ。あっちゃん何々食べてるとかね、何々好きだったよねとかで、私って基本的に記憶が長期間にわたってね、保存できないっていう病気っていうかな、病気ともまた違うか、そういう性質なんですよ。まあ、それ人によって記憶の時間ってあると思うんですけど、興味のある方は、博士の愛した数式という映画がありましてね、これ寺尾明さんが主演されてるんですが、まあ、その方も、まあ、長期間にわたってね、記憶が持たないんで、私と同じようにこうメモを取ったりね、私もこれ常にメモを取ってるんで、もうすごく何冊も何冊もになってるんです。あと壁にもね、いっぱい取ったメモを貼り付けてるんですけど、そうしないとね、忘れてしまうんです、いろんなこと。なので、私のことを知っていてくださるご近隣の方とかね、とても大切にしてますし、街を歩いててもゴミが落ちてれば、タバコの吸い殻とかね、落としていく方がいるんですけど、拾ってます。で、自分の家のゴミ箱に捨ててます。そうすることでね、結果的に街がきれいになるんで、そうすれば自分も住みやすいじゃないですか。そんな風に、ちょっとだけね、ちょっとだけですよ、皆さんにお返しできればなと思ってます。で、眠いんですけど、私も、一応、夜ね、巡回に行っております。少しでもね、地域の役に立てればなと思って、何かお手伝いできることがありましたらね、ご連絡いただければ。水道がね、トイレが止まんなくなっちゃったとか、あとパソコンのね、ウイルスに感染しちゃったとか、あとそんなことがありましたらね、ご連絡いただければ、まあ、大体のことは対応できます。建築屋さんだったこともありますしね、いろんな経験がございますので、こちらの方にご連絡いただければ、大体10分以内には駆けつけますよ。役に立ちます。それでは、竹下敦がお送りしました。 See you soon です。